皆さん、こんにちは。MMA 言語化挑戦中です。えー、今日はですね、まあ、r y z ファ4 5大晦日大会ですね、えー、の方でまた新しいカードが発表されたので、そのことについて喋っていきたいと思います。えー、まずは、上田選手とスダリオ選手の試合ですね。えー、上田選手は、まあ、極真空手の王者っていう、まあ、触れ込みでライジンに 入ってきたわけなんですが、初戦で高坂さん,うんと戦って、まあ、打撃でまさかの打撃で KO 負けっていう,うデビュー戦になってしまって、まあ、僕は調布の,おあの大会会場で見てたんですけどもう大興奮でしたね。<laughs> 高坂すげーみたいになって <laughs> ですけど、まあ、本来はそこは上田選手が勝って高坂さんをまあなんていうんですかね引退。 させて若者が次のバトンを受け取るというはずだったんだと思うんですが、まあ、ベテランの意地を見せられてしまったというような結果になって、まあ、僕はあれはあれで良かったと思うんですけどあれによってね上、まあ、田選手は MMA の厳しさを知ったっていうところでで2戦目でま,あまたベテラン選手であるシュレック選手と対戦してでここはまあ見事、まあ、空手の蹴りをひ、まあ、膝蹴りとかうまく当てて蹴ろうと。 いう状態でまあ3試合目でうんまあ事実上の日本ヘビー級のトップうと言っていいでしょうまあスダリオ選手かシビサイ選手かどっちかだ,だと思うのでとまあぶつけられたっていうところはまあなかなか厳しいマッチメイクではあるなというところなんですが、うん、対するスダリオ選手はまあここを。 1> 1年ぐらいですかねそれこそシビサイ選手に負けてあと USC にも行ったタホア選手にも負けてっていう負けは2つついてはいるんですが結構負けからこう修正してどん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  MMA ファイターとしての引き出しも増え,増えてるなっていう印象があってあのロッキー・マルティネス戦なんかそうなんですけど。 テイクダウン取って上からしっかり潰しながらパウンドで削っていくっていうような戦い方もできてましたしまああれを見るとおそらく上田選手を相手には組んでくるだろうなという予想はできますよねで実は上田選手ってさっきお話しした2回ね大阪戦シュレック戦ともに寝技の展開がほとんどないんです ですよねうん、なので、まあ、タックルを切る技術あるいは倒されてから立つ技術みたいなものがどれぐらいあるのかっていうのを、まあ、まだわからない、うん、でスザリオ選手もどっちかっていうとストライカー的な立ち振る舞いで戦ってることが多いんですが、まあ、さっきお話した、えー、マルティネス戦なんかでは、うん、しっかりチェイクダウン取って、えー、上から攻めて。 ってていいう戦い方もでできてるので、まあ、上田選手にとっては初めて、うん、テイクダウンを何、うん、ていうのかなテイクダウンに苦しめられる展開になるんだろうなっていう気がします。でそれをどのくらい切れるのか、うん、で仮に、えー、上田選手がかなりそういった部分が成長していて強化していて。 スダリオ選手がなかなかテイクダウンが取りきれないっていう展開になると、うん、特にヘビー級はそうなんですけどテイクダウン取りに行く側が切られて切られてそれでも取りに行くっていうのをやるとすすすごく消耗するんですよねなのでそもしそういう展開になったらスダリオ選手はどっかでその粘り強くテイクダウンを取りに行くっていう戦い方よりは一回離れて打撃散らして打撃戦の中で隙を突いたテイクダウンみたいな。 そういうやり方に切り替えるもしくはテイクダウンテイクダウンって見せかけといて、えー、タックルのフェイントからのオーバーハンドだったり、まあ、飛び膝だったりとかそういうちょっとこう,なんていうフェイクフェイクタックルみたいなので視野、えー、組み立てていくっていうこともやらなきゃいけなくなると。っていうのはスダリオ選手も今までやってきてない新しい、えーまあ、戦い方を求められることになると思うので。 まあ上田選手がとにかくどこまで仕上がってるのかっていうことだと思いますね。それに尽きるんじゃないかなっていう。で上田選手がしっかりテイクダウンを切って、えー、スタンドの時間を長くできるようになってくれるとそこからがお互いの、まあ、あ成長ど,どれぐらいできるのかテイクダウンを切れるんだけどテイクダウンを切ることに集中しすぎて打撃でやられちゃうっていう選手もよくいますから。 上田選手がテイクダウンは切れるけど打撃もできるのかどうか、うん、でスダリオ選手はテイクダウン切られる展開に仮になったとしたらその先があるのか、うん、っていうのも、うん、見たいなと思うのでとにかく上田選手次第っていうもしあっさり倒されて何もできなくて全然下からも立てないで上からスダリオ選手にずーっと一方的にやられるって展開になっちゃうと、うん、まあちょっとうん。 おおまあ、言い方は難しいけど面白くない試合になっちゃうだろうなっていうところですね。うん、なので、まあ、ちょっと上田選手に期待ってところですね。えー、次が芦澤選手と太田選手の試合ですね。え芦、ー、澤選手の MMA デビュー戦ということでまあどう,どうして太田忍選手になったんだろうなっていうのは。 うん思うんですが、まあ、うんまあ非常に何とも言い難いカートなんですけどまあおそらくですけどこれはもう僕の推測になりますけど芦澤選手が、まあ、今回61キロ契約なんでバンタム級で MMA デビュー戦っていうことを、まあ、したいということで。 でバンタム級の選手の中で、えー、探そうとおなった時にまあ知名度がない選手はままず弾かれますよね、うんまあ、いわゆる自密用に足澤竜星という、まあ、それなりに知名度のある人気キックボクサーの MMA デビュー戦をつるされるっていうのだけはまあ 避けたいので負けるんだったら知名度のある相手に負ける方がいいとで。かといってじゃあ芦澤選手が確実に勝てそうな相手を用意するっていうのもまあそれもちょっと今のライジンはもう結構そういうのかなり叩かれますしもうそういう時代じゃなくなってきてますから。っていうことで、まあ、いわゆるかませ犬的な外国人を呼んでくるのもまあ果たしてどうなんだっていうところでじゃあライジンの中で知名度がある。 えー、バンタム級の中で,で。なおかつ、やっぱりああいうキャラクターですから、芦澤選手は、ある程度トラッシュトークに付き合ってくれる選手うっていう部分で、いろいろ消去法で選んでいって、太田選手になったのかなーっていう、まあそういう僕は推測なんですけど、うん、まあ、うん。 単純に実力的な部分で芦澤選手の言ったらデビュー戦ですからとにかく査定試合になるわけですよね。芦澤流星という選手 MMA デビュー戦の言ったら素人ですよ MMA に関してはまだまだ、うん、に、えー、当てるんであれば、まあ、太田選手は今一応バンタム級の中では結構、まあ、上位に入りかけてる選手ですからもうちょっと下がいるというそれこそじゃあ 滝沢選手だったり倉本和真選手だったりでもいいんじゃないかっていう話もあると思うんですけどね、うん、倉本選手なんかで言えば、まあ、同じレスラータイプですからまだそっちの方があの数字としては通るんじゃないかっていうとこもあると思うんですけど、まあ、知名度っていうところとトラッシュトークに付き合ってくれるってことで太田選手かなっていうのはあくまでも僕の、うん、推測にはなるんですけれど。 まあどうかな、この予想は本当にわかんないですよね、そのど足澤選手が、うん、MMA ファイターとしてどれぐらい仕上がってるのかっていうのが全くわからないので、うん、なんとも言えないんですけれど、まあ、間違いなくやっているであろうことは寝技のディフェンス、それからレスリングのディフェンスですよね。 で徹底的にその組み技寝技は防いで,で得意の打撃でダメージを与えて勝つっていうまあ当たり前ですけどそういう戦略を取ってくるだろうと思うんですよね。で仮にですけどレスリングと寝技のディフェンスがそれなりにできるようにもう仕上がっているのであれば 相澤選手の打撃のプレッシャーがかかって結構自信を持ったいい打撃を打てるでそうすると太田選手が、まあ、結構下がっちゃうと佐藤昇光戦なんか見ててもパンチのフェイントとかでこうグッて圧力かけられるとすぐ頭を抱えてこうちょっと下向いちゃうっていうかこう固まっちゃうところが太田選手あるんで。 まあ、あれが、そんなすぐに修正はできてないでしょうから、足沢選手が、こう、パンチのプレッシャーとか、打撃のプレッシャーかけられたら、うって、こう、ちょっと引いちゃうというか。で、嫌がりながらのタックルであれば、まあ、ある程度切るのは、レスリングの基礎とか、そういうものがしっかりできてれば、そこまで難しくないだろうと。っていう展開で、うまく打撃の塩付けみたいな展開に持っていければ、足沢選手が、もしかすると勝つ可能性も。 まあ,あるかもしれないうんというのはあるんですがうんただ今の僕の言ったし内容にはちょっと2つ懸念しなきゃいけないところがあって一つは足澤選手が例えば週に1回だけ打撃の練習をして打撃はまあ何て言いますかこう現状1ぐらいできるよともともう k 馬1でやってたわけだから打撃は十分だって言って。 あの打撃は現状維持にして寝技レスリングを徹底的に強化するっていうことをやっていた場合もしかすると本番で打撃がうまく打てなくなる可能性があるんですよね。うん、っていうのはまあ僕のチャンネルもずっと見てる方はもわかると思うんですけどキックボクシングの打撃と MMA の打撃っていうのは全く別物になるので構えも変わるし距離感も変わるし重心の置き方も変わるので。 キックボククボシンングのの打撃ままんんででったら、多分簡単にテイクダウンされちゃうんですよね。僕も MMA 現役でやってた時に何人かボクシングとかキックボクシングをやっていて、まあ、プロとかでもそれなりのところまで行った人が今度 MMA 出るんですっつって練習しに来てたりしたんですよねで当然寝技あとかレスリングの練習をすごくやっていてでグラップリングのスパーやるともう結構もともとまあ プロでね、あの身体能力もあるし、基礎筋力もあるんで、なかなかテイクダウン取れないと。あの、もうグラップリングスパーだと、テイクダウン取れないし、体も強いし、逆に首ずぶみたいに崩されたりとかして、で、結構寝技もしっかり、えー、やれてて、えー、下から三角締めとか狙っても、あっさり外されたりとかして、で結構強いなっていう選手と、MMA スパーになると、もう簡単にテイクダウン取れるようになっちゃったりとか、<laughs> っていうのは、 まあ結構これあるあるるるだったりすすんですよねそのグラップリングとかレスリングのスパーってやるともう重心落として腰低く低く構えてで相手のタックに対して手もう両手下げてでもこうカットしてってできるけどキックボクシングの打撃が染みついたまま MM s パーになるとこう,もう,こういうもうなんか無ヘッダイっぽいっていうんですかね足トントンしながら狭いスタンスで前出ていくからもう簡単に足。 束ねれてててテイクダウンできちちゃゃってっっていううことになっちゃうみたいな、まあ、僕もまあそういうのあって、まあ、そ,そこでこう苦しむんですけどキックから来たような選手たちっていうのはなので芦田選手がどれぐらい k 1というかまあキックボクシング時代の打撃から MMA の打撃に変えれてるのかどうかっていう。 ととこだとは思うんですよね。もう平本蓮選手なんかは,はもうほんと分かりやすいですけど K1 の時の構えと今の構えもう全然違いますよねでだから戦い方も全く違うしあれぐらいこうしっかり変えられてるのかどうかっていうのも一つポイントだなっていうところであともう一つ今度太田選手側なんですけど太田選手さっきお話ししたように打撃のプレッシャーでこうちょっと固まっちゃったりこうするところがあるんで 打撃をかいくぐって相手のストレートとかに完璧なタイミングでダブルレッグ合わせて倒すとかっていうのはちょっとどうかなできるかなっていうのはあるんですけれど太田選手には仮にタックルが取れなくてもともと、ねまあ、グレコの選手ですからも,うまあもちろんグレコローマンの選手であっても片足タックルとか両足タックルはもちろんできるんですけど基本的には上半身。 へのアタックがうまい選手なんで、まあ、足,足を触れなければこう首を持ったりもうそのままもうわかりやすく抱きついていって押し込んでいってコーナー際でこう差し合い脇の差し合いから組んでもう崩していくあるいはジャーマンみたいに投げていくっていうようなことができる選手なのでまあ、極端な話ガード固めて前に突っ込んでいってもうわかりやすくもう相撲の突っ張りみたいな感じでどん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 押して。 コーナー際に押し込んで、で、コーナーに詰まったらもうガバッと行く。で、金網と違ってコーナーは、こう、ロープとロープの間が空間があるんで、あ相手の背中でこう、クラッチが組みやすいんですよね。壁だとどうしてもこう、こういうとこぶつかって、手がクラッチ組めないっていうことになるんですけど、ロープだと手が入るんで、で、背中でクラッチ組んで崩していくっていうのができるんで、最悪足が触れなくても、 上半身で組んで潰していくっていうことができちゃいますからうーんまあ、その辺が考慮するとちょっと相田選手厳しいんじゃないかなとは思うんですけどとはいえまあどうなってるのかどのぐらい仕上がってるのかがわからないんで,でまだ発表されてないですけど大晦日で同じく元キックボクサーの浩司選手のデビュー戦も。 まわはされていて、まあ、この間あの僕のチャンネルであのコラボした竹浦さんがねあの浩二選手のコーチ、えー、として寝技を教えてるわけなんですけど、まあ、見た方はわかると思うんですけど竹浦さんいわく相当浩二選手は仕上がってるということを言ってましたから。 あの青木真也岩本健太という日本国内のトップグラップラーを相手に練習してかなりディフェンス力は高くなっているというふうに言っていてまあそれがまあ竹浦さんがどこまで本当のことを言ってくれているかはもちろんわかんないですし仮に本当だったとしても試合と、えー、練習はまた別物なんで練習でできたことが試合できなくなるなんていうのもよくあることなんであのそれはわかんないですけどまあ あれをそのまま受け取るのであれば、コウジ選手が相当仕上がってるんであれば、足澤選手も相当仕上がってるっていう可能性も、まあ、なくはないなっていうところではあるんですが、まあ、とにかくこればっかりはもう本当本番見てみないと分かんないですよね。<laughs> もう見るまではちょっと何とも言えないなっていうところですね。で、まあ。 この試合ですね、えー、木村選手と安保選手の試合ということでまあ予想はされてましたよねあの木村選手がドーピング発覚した時点で半年の出場停止期間っていうのがまあちょうど大みそかぐらいだなという予想は、まあ、うんあまあ予想っていうか、まあ、っていうことは大みそか出るんじゃないかっていう予想はまあもともとあった で、うんまあ、いうところです、ね、うん。でしかも検査結果が今月末に出て今月末にもし陽性だったらこの試合が流れて代替選手をアンプ選手に当てるということで榊、うんまあ、原さんもなんかそれをなんかど陽性になるのか陰性になるのかも楽しんでくださいみたいな発言してて、まあ、ちょっとそれはいかがなものかという。 まあまあ僕もあのいろいろドーピングの発覚した時にちょっと動画出しましたけどうーんまあおそらくですけど理由は分からないです理由はまあ僕がいろいろこの間あの動画上げた時でまあいろんな憶測を喋りましたああなので憶測でしかありませんが まあ、ライジンとしては、木村フィリップミルという選手を、今後使いたい何かしらの理由があるんでしょう。それが何なのかは分かりませんが。ってなると、長期期間出場停止処分にしてしまうと、独占契約ではないライジンから、他団体に流出する可能性が非常に高い。うんっていう部分では、まあ、短期間の出場停止処分にして、えー、体から薬の成分が抜けた段階で、 試合を組んでいかないとまあどっか行っちゃうと <laughs> でど,どっか行かれたら困る理由は分かんないですよなんでどっか行かれたら困るのかは分かんないですけどプロテクトしておくためにはまあ早い段階で試合決定期間開けたら試合をさせたいっていうのはあったんだろうなというとこですねううん、ん <laughs> っていう感じなんですけどまあ ちょっと同じちょっとドーピングーとドーピングという言い方はちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、禁止薬物の陽性反応という意味で、えー、最近ベラトールで、えー、ウスマン・ヌルマゴメドフ選手も同じように陽性が発覚して、えー、半年間の出場停止、えー、処分と。 いうのが出たんでですけれどでこれある意味半年だから一緒じゃないかと木村と何が違うんだっていう話になるんですけどこれ全然ちょっと違ってウスマンヌルマゴメドフ選手の陽性反応に関しては、えー、とどうもその病院で治療を受けた時に処方箋を書いてもらってでその処方箋の薬の中に微量の禁止薬物が検出される薬が入ってたと。 で本来そういうことをそういう薬を摂取する場合は先に申告しなきゃいけないんですよねあのこ,うこれをこういう事情で、ね、この薬を飲みますとでその理由とかっていうのも医師に診断書を書いてもらって提出してあじゃあこれならこの薬飲んでもいいんですよだったら微量の、えー、け検査をしても微量の薬物反応が出ますねって分かった上でその薬を摂取するっていうのがあるんですけどまあヌルマゴメの選手がそれを申告してなかったらしいんですよねでそれで陽性反応が出て で後から全部その診,診断書とかあの処方箋とか提出してで、まあ、半年間の出場停止処分になったということなんですけれど、まあ、前も多分これ僕以前話したと思うんですけど基本的には薬物反応が出て出場停止期間を設ける場合っていうのは薬の成分が体から抜けるまでの期間っていうことはもちろんなんですけどそれ以上に。 弱体化させるる期間でもあるわだですよ、うん、薬で得た、えー、アドバンテージっていうものがあるのでその薬のアドバンテージがある、えー、特に前もお話ししましたけど練習で、えー、薬で体を強化した状態で練習をしてそれで身につけた技術っていうのは薬をやめたからといってその技術は衰えないわけですね。まあ、パワーとかか落ちるかもしれないけど まあ、その時に例えばまあ普通100回やったらもうぜいぜいハーハーして疲れちゃってできない練習が200回300回できるっていって200回300回パンチの打ち込みやったら当然パンチの技術はよくなるとでそれで薬をやめてもその高くなった技術はずっと維持されるっていう問題もあるのでまあなので薬物反応が出てしまった場合っていうのはその薬の成分が抜けるはもちろんだけど 1>, 1年とか2年出場停止にして試合感を鈍らせて弱体化させることで、まあ、ペナルティを得たっていうことで競技に復帰できるっていうまあ基本的にはこういう考え方になるんですよね。まあ、陸上とかサッカーとか野球とか全部多分一緒だと思うんですけれどでそういった意味で言うと半年の出場停止期間っていうのはまあ非常に短い弱体化にはならないと。でじゃあウスマン・ヌルマゴオムド選手がなぜ半年で済んだかっていうと、まあ、そういう事情 まあなんでですか故意ではないだかドーピングをしたっていうよりは禁止薬物を、うん、まあやむにやまれぬ事情で摂取してしまったっていうことでおそらくその成分と量がほとんど体に影響がないぐらいのものだったんだと思いますあくまで推測ですけどその検査の結果が。過去にはあの今 ライジンにも出てるボントリー選手が USC の時に薬物検査に引っかかったことがあったんですけど確か,なんか薬局で購入したサプリメントに禁止薬物が入っててでそれがそのラベルの成分表が何かには記載されてなかったっていうメーカー側がまあ書いてなかったっていうのでまあ 恋ではないっていう主張が認められてでさらにまあ彼団への影響それによってどれぐらい強化されるかっていうとほとんどまあ強化はま微量だろうっていうようなことで確か3ヶ月の出場停止とかそのぐらいになったんですよねなんかすごい短かったんですだからまあその要は弱体化させる選手をじゃわざ,わざと弱体化させる必要がないだろうっていうようなあのー、勝負になったっていうそういうケースもまあ あるんですよねだからそれはなんかその、うん、まあ結果的に同じなんですけどね禁止薬物を摂取してしまったっていうのは一緒なんですけどドーピングっていうのは自分で自分を強化しようと思って薬を摂取するっていうことになるのでまたそれとはちょっと違うケースなんだと思いますしまああとその市販薬レベルにまあこう入 誤ってって言い方かどうかわかんないですけど入ってるものぐらいの成分で果たしてどこまでこうパフォーマンスが変わるかっていうのはありますよね風邪薬とかにも微量に入ってるってよく言われますから禁止薬物みたいなのそれで、うん、果たしてどこまでパフォーマンスに変化があるかっていう話なんですよねある一選手のインタビューで聞いたのはサッカー選手なんですけどサッカー選手のインタビューで言ってたのでちょっとうろ覚えなんですけどその海外にいる選手が日本代表に 戻って日本で試合するって言った時に時差があるとだから飛行機の中でその時差を調整しなきゃいけないんで本当は向こうの日例えば向こうの昼にフライトで来るんだったらすぐに寝ちゃって日本時間では夜だからっていうで、えー、着いた時に日本の昼間に着くんだったらちょうどよく起きるっていうのをしやれるのが一番いいんだけどやっぱり寝れないと、うん、だからもういっそのことずっと起きてるっていう調整をするって言ってて。 それなんかこう睡眠薬とか睡眠導入剤みたいなので寝ちゃダメなんですかってインタビュアーの人は聞いたらそれドーピング検査に引っかかる可能性があるんだって言ってだから僕らはそういうものは飲めないんですって言ってたんですよだからあとあの花粉症の時期にあの試合する場合もその辺の市販の花粉症のアレルギー薬とか飲んじゃうとそれもドーピング検査に引っかかる可能性があるんで僕らはそういういの飲めないんですっていうような話をしてたんですよ。で じゃあ普段い、まあ、いくらでもいますよね日本国内でアマチュア競技でもん、まあ、だったら高校生でもちょっと最近寝つきが悪いから睡眠導入剤飲んでるとかもう花粉症がひどくて、まあ、野球とかサッカーとかの屋外競技だともうプレーに試合集中できないって言って市,市販のアレルギー薬を飲んで試合するなんてあるわけですけれどそれでプレー影響が出るかっていう話なんですよ。 筋肉がそれで増えたり体のキレが増したりスタミナが上がったりとかっていうことがあるかっていうとだけどやっぱり禁止薬物は禁止薬物でそれが微量ではあっても陽性反応が出てしまうおしっこを取った時にそれが検出されてしまうと一応違反ですよねって、うん、それは駄目ですよねっていうことなんでまあ微量でおそらくそれによって パワーがついたとかそういうことがなくても一定期間出場停止処分っていうことにはまあなってしまうというようなものなんですが木村選手の場合は意図的に筋肉を増やすようなものを摂取したわけですよね意図的に。これ自分ではっきり認めてますからでしかもまあ記者会見では複数の禁止薬物反応があったっていうものなので。 まあこれはもう全く別物なんですよね、あのウスバン・ヌルマゴメドフ選手の陽性反応とはっていう。っていうことを考えると、うーん、木村選手には本来であれば弱体化させる期間が必要なんだけど、さっきお話したように、まあ何らかの理由でライジンとしては、うん残したいので、もう早期に試合組むしかなかったんだろうとうんで、その相手が安保選手だったっていうことで、うーん、まあ、 まあ僕が思ったのは、いばらの道を選んだなっていう感想ですね <laughs>。僕、全然ちょっとキック、あんまり詳しくなくて、ほとんど MM しか見てないんで、これ、キック見てる方がいたら教えていただきたいんですけど、その安ンポ選手がやたら木村選手とやりたがるじゃないですか。あれってな、なんか、因縁とかあるんですか,か僕、よくわかんないですよ。なんで、あんな安保選手が木村選手とやりたがるのかがわかんなくて。 そこまでなんかすごい話題になって自分の名前が売れるっていう感じもしないしまあ言ったらねそ,のそういう薬物をやってた人とは関わりたくないっていう選手の方が多いでしょうからなんでそこまでやりたいのかなっていうのがまずあってでただでさえライジンはまあキックいらねえっていう人たちが それなりにいるんですよね一定数僕のチャンネルでもそういう意見が多いですけどただでさえキックボクサーに対しては風当たりが強い中で、まあ、こういうカードが組まれて、まあ、木村選手と安保選手の試合を楽しみにしているファンが果たしてどれぐらいいるんだろうかっていう部分でいうとこれを。 これ相当の逆風だと思うんですよライジンにとっても安保選手にとっても木村選手にとっても。ただでさえライジンでキックボクシングの試合やるっていうだけでも結構いらねえよキックの試合なんか見たくねえんだよって言う人はそれなりにいるしましてや木村フィリップミルなんか使うなって言われちゃうこの逆風のこのいばらの道でどうやってここから、まあ、大みそかまでにうまく盛り上げて多くのファンを。 ワクワクさせるうどうなるんだこの試合どうなるんだってこう期待感で膨らませていけるんだろうかっていうのは結構僕なかなか厳しいじゃないかなと思うんですけど、まあ、それを、うん、あえて選んだんだなっていう、うん、だからプロとして2人の選手は結構いろいろ問われると思うんですよこの試合をいかに盛り上げられるかっていう。 うーん批判ではなくこうやってよかったねっていうか、まあ、その大みそか直前ぐらいでや見たいとファンが見たいって思わせられるようなプロモーションをこれからどうやってやっていくのかなっていうのはまあうんちょっと分かんないんですけどそれをやれたらすごいなって思いますねだからあえてその厳しい道を選んだんだなってそれほどの価値が。 あるのかなと僕なんか思っちゃうんですけどまあ僕が思ってる以上に安保選手と木村選手のさっき言った僕が知らないだけで因縁とかがあってキックファンはすごい盛り上がってライジンの試合を見たいってなって会場に人がいっぱい来たりペーパービューの売り上げよくなるのかもしれないんでそれはちょっと分かんないですけどまあこの試合をどれだけ盛り上げられるか逆風をうまく追い風に変えられるかどうかっていうのはかなり。 問われる試合だろうなと思いますねでまああとこの試合が終わったその先がね、うん、あるのかどうかちょっとよくわかんないですけどね、うん、そこも含めてまあライジンのキックっていうのは、まあ、ずーっとふわふわしてますからね何 <laughs> のためにあって今後どうしていくのかずーっとふわふわしてるんで、まあ、よ余計に、うん、今回の試合とその後も含めてまあ 今後のライジンに注目だなっていう感じですね。まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではでは。